あなんだか眠くなってきちゃったの。ミキ、もう寝ちゃってていいよね。ダメだよ。布団もないのに寝ちゃう。ほら、ミキちゃん、何か食べて元気だぞ。ウェイターさん大盛りでお願いしまーすミナコ、ビュッフェとはいえ、大盛りはフォーマルな場では NG ですわよ。こうして。 一口ずついただくのですわ。へえ、さすが千鶴慣れてるね。セレブって家でこういうパーティーとかよく開いてそうな感じなの。<laughs> そうだね、イメージ通り。パーティーのマナーとかよくわかりませんし、千鶴さんがいてくれて助かりました。え、ええ、お任せなさい。 二人とも昨日読んだアンチョコではなくセレブ流の洗練されたマナーをご覧に入れますわだからそんな格好してるの真っ白なスーツかっこいいけどいつもと違ってなんだか変な感じなのうーんお似合いだとは思いますけど 着慣れていない感じというより、ちょっと重量が足りないかなって。<laughs> 大丈夫ですわ、プロデューサー。とても似合っています。もっと自信を持ってくださいまし。<laughs> そう、その息ですことよ。ええ。 平気平気ですわ私がしっかりしなくてはうん <laughs> 二人とも人の立場や地位で態度を変える子ではありませんものそれが分かっていただけるのですわ。 のシミは、白ワインを含ませて、ハンカチで、こう叩けば、いかがかしら。 わわたくし。私 プロデューサーサさん私はあっちの方を探しに行ってきますからミキちゃんはそっちをお願い分かったのねえプロデューサー千鶴どうして出ていっちゃったのかな <noise> もし見つかったらそこのところちゃんと聞いておくといいって思うなじゃあミキもあっちの方を探してくるね <noise> 私ともあろうものがあんな失態を犯してしまってはもう皆様に合わせる顔が <laughs> プロデューサー私を追ってごめんなさい 私私ついついとんでもないことを私はセレブなお嬢様ファンの皆様の前ではその姿を崩さぬよう努力してまいりましたそれなのに あの時、とっさに手が。これは、皆様への裏切りです。もう恥ずかしくて、戻れませんわ。えそ、そうでしょうか 私の仕草に、幻滅したのではあ、ありがとうございます。そこまで言っていただけるだなんて。 私ったら、皆様に完璧な自分を見せたいあまり、少し焦ってしまったのかもしれません。無理をして、背伸びをしても、必ずどこか間違えてしまいますのね。おっしゃるように、いつも通りで行きますわ。 走ったら疲れちゃった早く戻らお料理残ってるといいなミキなんだかお腹空いてきたのそれは大変ですね大盛りがダメならお代わりたくさんするといいですよ任せてください取ってきますから ミキ、ミナコ、ありがとう。<laughs> かっこ悪い姿を見せてしまいましたわ。でも、もう平気です。戻りましょう。うん、それじゃあ早速行くの。あ、う、あ、ん、おにぎり残ってるといいな。ほらほら、早く